ンノートにおけるテキスト入力の方法は、通常のタイプ入力のほか、手書き変換入力、フリック入力があります。まずは手書き入力の方法からやってみましょう。画面右上のページの追加をタップしてください。次に画面右下のキーボードマークをタップ。すると、グレーの手書き入力欄が出てきますので、そこに文字を書き込んでみましょう。Windows 10では標準機能として手書き入力があります。難しい漢字でも書き順さえ合っていれば読み込んでくれるので、たとえ読み方がわからない漢字であってもテキスト化してくれます。ちなみにこれはスルメです。次はフリック入力をしてみましょう。画面右下のペンマークをタップしてください。次に右半分がキーボードになっているところをタップしてください。これでフリック入力の設定になりました。キーボードやペンを出せない時でもタブレットにしてテキスト入力することができます。